ちょっと待ってくださいね。なんかですね、今なんかやばい音がして。でっかいのを作ろう。なんかやばい感じがしてるんだけど。ん？ウー君？ウー君さん？何してますか？ウー君さん？何もしてないですよ。何も。ウー君？ウー君？隠したでしょ今その段ボールの後ろに。何もないですよ。ウー君。今日は、ウー君何してますか？じゃあ、いいって。いいってじゃない。またなんか買ったんか？いいって。でっけえの。大変だった、今。なんか買えすか？ちょっと見てみて。すげえ、車に積むのも大変だったし。車に積む？そんなレベルの規模のデカさなの？すごい落としたんだもんな、で2階からドーンみたいな。そこに置いた時にね、で今。落としたと。え？そこの段ボールの後ろに隠しているものは何ですか？いやね、これはね、ボランティアみたいなもので。え？何ボランティアって？ボランティア何なの？その奥にあるでかい白い塊は。怒るじゃん、あーちゃん。怒るようなものを買ったってこと？いや、なんか怒りそうだなってね。ねえ、何買ったの？あーちゃんさ、怒らない。怒るか分かんない。怒らないとは言えない。あ、なんだよ、ほら、こんなににこやかなのに怒るというのか。いや、分かった分かった。とりあえず今は怒らないよ。だって何も見てないからね。すいません、ふざけるタイムじゃありません。ポン酢欲しいって言ったんだよね。うん、そうだよね。うん、そうだ。人のせいにしたね。じゃあちょっとポン酢こうやってペッてやって、開けて。いいよ、せーの。え？でっかいレジューだ。ちょっと待って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 、何何何何？ちょっと開けてみる。一旦上持ってく？うん、うん、分かった。ちょっと待って。おいおいおい、今までのと規模がちげえよ。ねえ、待って待って、何これ、これ何ですか？プー、うわ、カメ。待って待って待って、もう分かった分かった、カメじゃんこれ。え、これカメじゃん。そうですよ。見て見て、ちょっとちょっと見たい。これもどんな時でも負けない大地が。オープンさん、え、カメのペースか。カメ借り切ってんじゃねえぞ男ども。いや、これやばい。うまい。お、行ったんじゃないかこれは。じゃーん、カチケイ通り散歩してたんやけど、そこでちょっと惚れちまって買っちまったカラフルな亀。クラッシュ、これクラッシュじゃん。これリボンじゃねえじゃんの。そうじゃん、映画。お前たち、そういうことです。おお、どうすか、どうすか、もう認めるしかないじゃないですか。これほら、こういうね。え、けど、ちょっとすごいね。すごい。なかなか、こういうものが家にある家庭って多分ないと思うんですよ。だって邪魔だからね、めちゃくちゃ。めちゃくちゃでっかいプク。邪魔じゃないじゃん。めちゃめちゃでっかいプク。あの、ママはこれ、買っていいとか聞かれてないんだけど、うん、なんで勝手に二人で買ったの？二人で買ったの。なんで、ママに聞いた？それ、いいですかってママに聞いた？聞いたよ。聞いてないじゃん。じゃあ、みんな教えて。ウェイ、シュー。まあ、普通にカラフルな亀っていうのいないんで、うん、そこなんか結構ね、ヨーロッパ最大級のアート会社みたいなところで買ったんですよ。だからちゃんとしたいいものですよ。イタリア産です、この亀は。イタリア産の亀ですか？うん。ここは、こんなにもおしゃれになるんやな。イタリア産やとな。八
ってよ。え、これなんかさ、こう椅子にもしていいですよみたいなやつ、こう座ってもいいよって感じ。ダメダメよ。ギリギリいいけどね、座っていいならまだいいけど、これがただこう存在されてるともうシャラって感じ。基本的には座らないではほしい。かっこいい。めちゃめちゃ楽しそうではあるけどね。ジャングル。でかいプ、これでかいプ。プー。お値段もまあするってことですか。おいくらほどでしょうか。差し支えなければ。大丈夫かな。これでかいプ。大丈夫かな。23万。え？大丈夫かな。27万。何ですか。何ですか。27万。1000円。1000円じゃない。せいや、せいや、せいやとかじゃない。ウーフェイ。楽しそう。イエーイ。ユー。イエーイ。おいおいおい。もうちょっとちっちゃいの買ってきてよ、金。ちょっとちっちゃいのもよかった？うん。これでかい。いや、だよね。めちゃくちゃでかいよ。なんか動画に映ってると、なんか意外となんか普通みたいな感じだけど、わかるかな？このテレビ70インチくらいあるんだけど、同じくらいの大きさしてるからね。あこんなの君たちは3日したら、あー邪魔って言ってるんだろうね。あーつまんない、何これもういらないとか。一つのものを長く愛せる、そのような人間になることが大事。意外と僕大事にしますよ。ずっとバッグだって同じだし、服だって全然変わってなくないですか。あんたが買ってくるガラクタの、様々なガラクタは買っては消え買っては消えを繰り返してるわ。まあこれは絶対に消えることはないけどね、このカメは。でしょ、邪魔すぎる。母ちゃんこれをなんかマッサージチェアをさ、なんかさ、マッサージチェアとこれ同じにしないでくれませんか。あーちゃんちょっと怒られるかなって思ったけど、勇気を出して買ってみました。うざ、勇気を出して買ってみましたじゃねえよ。なんか偉いことしたみたいな。どうやって今後これを活用していくの。それがね、あのすごくいい案があるんですよ。彼氏、僕最近友達ができて、うん、そのお友達にあげようかなっていう。え、誰。普通言えないですけど、もらう人絶対迷惑だと思うよ。まあじゃあこれは今後活躍 していくということで、この家に存在し続けるわけですね。この家には存在すると思います。その友達あげるんで。ああ、友達がいるんだ。なんかちょっとわかったな、その友達。わかりました。短い動画で急上昇1位取ってなかった最近。ああ、その人その人、あいつやば。まあまあこの家広いからいいけどさ、次もし引っ越した時がさ、もっと狭くなったらどうすんの、ゆうくん。ほら、うら、ここをパカって開くとかすればいいんだけどね。意味ないよね、これ。意味ないよな。でもあんちゃん意外と怒んなくてよかった。もう怒る気力もないってこと。はい、というわけで切ります。